えー、皆さんこんにちは、えー、受験生の皆さんへのメッセージ、えー、75段になりますね伊藤塾塾長伊藤誠です、えー、さて世の中はあまあコロナ緊急事態宣言を終えてまん延防止措置の方に、えー、まあ進んでいくぞさてオリンピックどうするんだ まあこれは開催することを実情実あ決めているんだろうと思いますけれどもじゃあ、どういうやり方で進めるのか本当に大丈夫なのかまたこの緊急事態は終えたんだけどまたさらに次の感染が出てくるんじゃないのか。 特に東京などで実行再生産数が1に近づいていると,いうところもありますから本当に予断できないそんな状況になってきましたそんな中で受験生の皆さんはもちろん予備試験目指す論文を目指す皆さんたちも本当に直前期になりましたしまた、少々試験目指される皆さんは本当の意味で直前期になってきましたなんとか頑張って乗り越えていただきたいなと思っていますがそんな中で国会も閉会になりました。 まあこの通常国会のところではさまざまな重要な法律がほとんどまともな議論もなしにまあ採決されていってしまいました、まあ、前にお話をした憲法改正手続法もそうですしそれから重要都市等の調査規制法ですね、まあ、これも本当にいろんな憲法上の問題点がある、えーまあ、基地日本の、ね、自衛隊の基地だとか米軍の基地だとかまた原発の 様々な施設だとかそういった周りの、えー、土地、地域の所有者などについて、まあ、調べたりそしてそこでのさまざまな簡単に言えば市民の活動それが本当に制限されてしまう要件も非常に不明確ではないのか、まあ、いろんな問題点憲法も含めたいろんな問題点山積みなんですけれどもこの点は本当は、ね、しっかりお話をしたいところなんですが今日はちょっと時間がないのであまりお話はできませんまた次回以降のところにそこは委ねたいなとは思っています。 でえー、69条の解散うがあるのかというそんな声もあったりしましたけれども内閣信任決議それが突きつけられましたいや今時ねこんな不信任決議なんか通るわけないのになんであとはそんなことやってんだと意味のないことやってなんというふうに批判される方時々いらっしゃるんですがそれは。 まあ不信任決議の意味もまた憲法の権力分立という観点もそれからまた国会の行政監視機能というところもあまり理解されていないということなんだろうなと思います国会は法律を作るだけではなくここでも何度もお話をしているように重要な行政監視機能があるですから現在の内閣がやっていることに対してそれは違うんじゃないかということで不信任決議を突きつけるということそのこと自体もちろん重要な意味があるぞということになるわけです。たとえ少数派野党の側からであったとしても それが通らなかったとしてもそういう不信任決議が突きつけられたそして、そうやってチェックを入れられるんだということはとても重要なことです。ちょうど臨時国会の召集要求今まさに今やっている53条訴訟にも通じるところがありますよね。国会のの少数会派の人たちがきちっと まあ、国会の召集要求をしてそして、国会において内閣の行政監視これを果たすそういう意味でうんとても重要な実は意味があるそれが不信任決議だしまた臨時会の召集要求ということになるんだと思いますそういう憲法上の位置づけをしっかりここで確認をしておきましょうということでした。 元下議員といわれる法務大臣ですね元法務大臣だった河井克幸被告に懲役3年そして通帳金130万円実刑判決が出ました元法務大臣であったのにとても残念な結果にはなってしまいましたで妻の安里氏の参議院議員の選挙のところで買収行為があったということなわけですけどね 河井克行議員皆さんにはあまり馴染みがないかもしれませんけれども、えー、安倍、えー、首相のもとで。 えまあ側近として活躍をされていました特に外交関係に強いということで例えばアメリカに渡ってトランプ大統領と安倍前首相とのまあ会談のお膳立てをしたりだとかもう本当に側近として、えー、特に世界飛び回って活躍をされていたんですねそしてまあ法務大臣というところからも分かるように、えー、実は法務畑のところを、えー、結構、そこもえ仕事の分野フィールドにされていた方なんですね。 で前に法務副大臣だった頃、まあ、法科大学のロースクールができたすぐぐらいのところなんですが放送要請これにも関心を持ってくださって関心を持っていてで、まあ、いろんなところを実際に始まったロースクール現地に行ってロースクールに行って講義を聞いたりしてあこれはこういうことをやっているところなんだとさまざまなロースクールに対する評価も含めて。 現地にそして、そういえばそういう意味では、ね、現場主義というところでなんと伊藤塾にも訪ねてきてくれてそして、私の話も聞いてくださいましたあそしてこんな本、こんな本というのは、えーまあ、少し前の本であって前にも紹介したことがあったかもしれませんけど、ねえー、っとこれは2008年です、ね、に「司法の崩壊」という本も書かれています。 とんでもないことが放送会で起きているということで、まあ、放送要請制度について、えー、まあ国会議員の立場というかな法務副大臣の立場あまあ前の法務副大臣ですから法務副大臣辞めた後に書かれた本であるんですが、えー、その政治家の観点からあ放送要請制度というものについて批判的に検討された本なんですね。 え、ま、ほとんど票にならないだろうなと思う、この放送法制のところについてもきちんと関心を持っていた。ま、そういう意味でもね、本当に残念だな、という思いを持ちます。また、妻の、あ、アンリ議員、の選挙の時ね、のことで、ま、問題になっちゃったわけなんですが、その妻のアンリ議員。 えは県会議員の時に、えー、法律家とか、ね、小試験やってみたいというので、えー、私もちょっと受験相談したこともあったんですね,ねこの渋谷に来てでいろいろ話をさせていただきました、まあ、あの時に、ね、きちっと憲法を勉強して、えー、小試験勉強していればまた違ったのかもしれないなとも思うんですがまあ、ちょっと致し方ないところですね。 この河井議員や安理議員と私は政治的な考え方は全くある意味では逆です特に安全保障といった観点では、まあ、憲法9条の考え方安全保障に関しては全く逆ではあるんですけれども、うんまあ、この法をある意味では大切にするとかあとは現場主義だとかそういうところでは。うん、まあ あでしょうね、こういう現場を大切にする議員や政治家もいるんだなと思ってただけにちょっと今回は本当に残念ではあります現職の元議員だった方がこうやって逮捕されてそして実刑判決を受ける、まあ、これはよほどのことだなと、えー、いうことなので、まあ、これは致し方ないといは致し方ないところなんですけれどもきちっとねそれは罪を償っていただかなければというふうふには思います。で <laughs> えーまあ、その裁判判決という点ではあ21日月曜日の15時に「宮本から君へ」という映画への助成金不交付決定訴訟。 前にもちょっと、ね、お話をしたことがあったかなと思いますがそれの判決があるんですね、これが待たされました、えーまあ、今年の1月の下旬に、えー、最終弁論、まあ、口頭弁論の最後があって終結をしましたそれからもう5ヶ月ですよ、えーまあ、ちょっと、ね、いくらコロナの時期だからといってこれ、伸びすぎなんじゃないかと思うんですがその判決が月曜日の15時にあるんですね。 でそこは、ね、ちょっと判決、本当に結論だけ言い渡されるだけで終わっちゃうんじゃないかなとは思うんですけどね、まあ、内容としては本当にいい判決を期待したいところであるんですが、まあ、こればっかりはちょっと分かりませんで、えー、当日は、ちょっとの判決、まあ、この事件の若干の解説とそれからあ、まあ、判決前終わった後コメントなどを、えー、また孫ボッチじゃないですが一人でハンディカムを持ってね ちょっっととお話をしたいと思ってい思てるんですねですからこのメッセージの特別編みたいなものをちょっとまた一人でやりたいなと思っていますで、えー、この事件は伊藤塾の講師である伊勢講師それから平良講師、まあ、行政法がとても重要なテーマー論点になっているものですからその2人の講師も一緒に参加して、えー、やってくれているんですねなものですから2人のコメントもちょっとハンディカムでもらいたいなというふうに思っています えーまあ、現地に傍聴に来られる方もいらっしゃるかもしれませんが判決は多分、一瞬で終わっちゃうだろうなと思いますので、えー、むしろ、そういうねちょっと後で映像を撮って流しますのでそれを見てイメージを持っていただければなというふうには思っていますさて、裁判絡みのところでは、えー、これは先日の16日でしたっけねあの岡口喜一、えー、仙台高裁判事への訴追委員会。 まあ国会の,ねその卒委員会から弾劾裁判所への訴追がなされた、まあ、簡単で言えば弾劾裁判の起訴がなされたというその報道を受けていや、驚きました、えー、まあ皆さんも岡口裁判官どんな方なのかということはまあ講義の中でも紹介をしてますしそして私たちのところでは明日の法律家講座に2019年なんですけれども2019年の8月の3日 の明日の法律家講座、これに来ていただいています。国会に次ぐというね、そんなテーマで。え、岡口裁判官が明日で話をしてくれているんですね。まあ、これライブラリーで聞けますので。 ぜひ、ね、塾生の方は聞いていただければなというふうに思いますしそれから、この岡口裁判官のこの問題をちょっとテーマにした雑巻も私書いています279号というところで塾長雑巻これの279号なんですけどね裁判官の独立というそんなテーマでお話をさせていただいているんですね。弾劾裁判所 これは憲法で勉強しますよね弾劾裁判が国会の権能だ、罰なんてことはとても基本的な知識ですよね、国会の権能は弾劾裁判所の設置なのであって弾劾裁判そのものは弾劾裁判所の権限だぞ弾劾裁判所というのが特別裁判所なんだとか、ね、証権の憲法が認めた限界なんだ、まあ、そんな基礎的な知識からも大丈夫かなと思うんですが、えー、弾劾裁判なんてね うんそうって憲法で勉強する中で出てきたけれども実際に訴追されて弾劾裁判なんてちょっとイメージ持ってなかったぞという方も多いのではないかなと思いますがまず、ね、弾劾裁判所というかな弾劾裁判で訴追いわゆる起訴されるんですがこれも国会議員のメンバーで作られた裁判官の訴追委員会衆参両議員から20人の議員がその訴追委員会のメンバーということになります。 訴追をするためにはその20人のうち3分の2以上の賛成これが必要だということなんですね。でまあ、今回は6月の16日に訴追されてしまったんですが3分の2以上の国会議員が賛成をして訴追をしたということです、まあ、小口裁判官は2度の文言裁判で懲戒処分を受けました、まあ、それはツイッターなど SNS での表現行為 それが原因だとということなんですねでこの2回の文言決定のところでは文言裁判の決定においてはいずれも品位を恥ずかしめるそういう行情があった。 とというここなんですがこの品位を恥ずかしめる行状というのは、まあ、この最高裁によると職務上の行為であると純然たる私的行為であると問わずおよそ裁判官に対する国民の信頼を損ねまた、裁判の公正を疑わせるような言動を言うものという、まあ、こんな定義をするんですね。ね非常にまあこれ自体曖昧でではあるのですが この岡口裁判官の SNS での投稿というのが本当にこれに当たるのかその当てはめ自体ももちろん大問題ではあるのですがそれ以上にやはり裁判官のあるべき姿国民の信頼というものは一体何に基づくべきなのかというその裁判官論ですとか証券の独立だとか さまざまなことを考えさせられる本当に重要、まあまあ、問題のある判断だろうそして特に裁判官の表現の自由というその観点からも、えー、本当にこれは問題のある最高裁の決定だという,ふうに思うんですがその2つの最高裁の決定が出ている、えーまあ、この文元裁判における、ね、懲戒処分の決定が出ているというそんなこともあって、えーまあ、今回、訴追ただ、訴追の中身はまだ分かりません。 まあ、この SNS のツイッターなんだろうなとは思うのですけれども、えーまあ、それも裁判が始まってからということなんだろうと思います、えー、その弾劾裁判というのは弾劾裁判所というものを設置するところまでは国会だの権能だということはお話をしましたでその訴追委員会はこれはあ、まあ、東京の 永田町にある衆議院の第二議員会館その中に卒委員会というものが設けられて部屋があってそこで訴追するかどうかを決めるで訴追されたあとは弾劾裁判所というので、まあ、裁判を行うことになるんですねでこの弾劾裁判所というのはやはり永田町にあるこれは参議院の別館になります第二別館の9階だったかな、ね、そこに法廷があるんですねでこれ弾劾裁判所のパンフレットを からのものなんですが、こんな法廷です。普通の裁判所と同じような法廷があるんですね。で、まあ、この法廷で審理が行われ、そして裁判がなされるということになります。で、衆議院、参議院それぞれから七人ずつということですから、十四人の裁判官ですかね。裁判官とは言わないんだな、裁判員と。 まあ裁判官も裁判するものですから裁判官というのはちょっと分かりにくいということもあるのかもしれませんが14人の裁判員これは衆議院議員、参議院議員それぞれ7人ずつ出てきて裁判員となって裁判をするということになりますで裁判官弾劾法26条だったと思いますがそれに基づいて公開の法廷で行われます。 えー、懲戒処分は非公開、まあ、これまで、ね、手続き上大問題じゃないかというところで批判も強いところなんですが文言裁判はあ、まあ、いわゆ司法行政であって純然、えー、たる法理司法ではない法律の,の総称ではないというところから非公開で行われてしまうんですねしかも適正な手続きというものが、まあ、全く交渉されていないような、まあ、そんな中で文、えー、言裁判懲戒処分 裁判官の懲戒処分が行われてしまいまいす懲戒処分もいいですよねその裁判官の身分保証のところで重要な中身として出てきますよね身分保証として罷免される場合の限定それから行政による懲戒処分の禁止。 それから相当額の報酬と3つ身分保証がありましたけれども行政に懲戒処分は禁止ですが裁判所が文言裁判という形で懲戒処分の裁判をすることになりますがその裁判の手続き非公開ですしまた、きちっとね事前に告知・弁解防具の機会もあまり与えられていないようなとても適正手続きとは言えないような中で最高裁の決定が出されてしまうということになります。それに対してこの弾劾裁判は あやはり特別裁判所憲法が認めた特別裁判所裁判なものですから、えー、公開で行われることになりますですから一般の人も傍聴が可能ということになるんですねただ、傍聴席は少ないですから抽選、えー、になるんだろうなというふうふには思いますが、えー、一応、一般の裁判と同じような公開法廷で行われるということになります。 でここで万が一にでも罷、えーまあ、免される、えー、そういう判決になるとそもそも罷免自由が、ね、これは憲法でも勉強しますよね弾劾裁判における罷免自由は限定されているこ,こがポイントだと、えー、いうことで、えー、裁判官弾劾法に基づいて罷免されるのは2条1号では職務上の義務に著しく違反し、えー、または職務を甚だしく怠った時。 から2号でその他、職務の内外を問わず裁判官としての威信を著しく失うべき非行があった時とき、まあ、というこれが今回の各自裁判官の SNS での投稿、まあ、何が疎、ね、追理由なのかまだちょっと分かりませんですが、まあ、その辺りだろうと思うんですがそれが。 どううなんでしょうね職務をは甚だしく怠った、まあ、これじゃないだろうとすると2号で裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったこれになるのかということですが、まあ、これまでの過去の事例この弾劾裁判での過去の事例は例えば、収賄行為を行ったり、ね、また略式命令請求事件395件を執行させた。 で放置して、ね、執行させちゃったあとはもう本当に自動改春ですとかストーカー行為だとか,盗,盗,撮か盗撮だとか、まあ、そういった破チ行為といいますかね、えー、これはもうちょっと確かに裁判官としての威信を著しく失うべき行為と、えーまあ、判断されてもやむを得ないなというものばかりです、えー、さて、それと同じように、えー、この裁判官としての威信を著しく失うべき非行と。 いうことととが果たして言えるんだろうかというかいここですね、えー、この当てはめ自体も大問題だろうなと、まあ、当然当たるわけがないと私などは考えるんですが、えーまあ、これは本当になりゆきここから先見ていかなければなりません、えー、でやはりここは裁判官に対する信頼先ほども、ねえー、ちょっと紹介をしましたが品位を恥ずかしめる行状、これはまあ文言裁判の方なんですがそこで国民の信頼を損ねる。 というね、そんなことをこう言うわけですよ国民の信頼、何なんだその信頼というのはということです裁判官への信頼というのはそれは判決内容の説得力への信頼であるはずだと私は思うんですね事実と論理と言葉できちっと説得力のある判決文を書けるかどうかその判決内容で信頼を得るこれが裁判官だろうと思うんですね。 そうではなく裁判官っは無職透明中立なんだ実は何も考えてないんですよと、えー、本当にブラックボックスで本当は、ね、何かいろいろ政治的な思想もありいろんなことを考えているんだけど何も見えない、何も考えてなく無職超透明のふりをしていることへの信頼うーん要するに俗世間から切り離された何かこう昔のね 神による裁判とかおかが沙汰するみたいな時代のように、えー、その市民と違うレベルで何か高い権威があって天皇に近い立場にあって権威があって、えー、そこの判決の中身の説得力での、えーね、中身のの説得力での信頼性ではなく何かその、うん、よくわからない権威のようなものまた、中立性への信頼。実際は さまざまな思想、良心、心情もあるわけですし政治的な傾向だってあるわけですからねそれを表出さないことそしてそれを隠していることそれが何か信頼の源泉なんだというふうに、えーまあ、思われてしまうのかもしれませんがそれは違うと私は思うんですね。 ちなみにドイツではその司法の民主化のためにいろんな制度改革が行われましたそれは戦前のナチスドイツの時代の裁判官その行動への批判からまた反省から戦後のドイツは司法制度をいろいろ改革をし うん、これも講義でも、ね、時々お話をしたりしますけれども裁判官で、ね、高い段の上に座っているじゃないですか日本なんかではこの段の上から見下ろすそのこと自体が、ね、やっぱおかしいんじゃないかというので普通の当事者と同じようにフラットな床の上に、えー、付け置いて座ってということですから、えー、もう何てかなかの 見かけだけで上下関係とかね何か上から見下ろす見下すそんなイメージにならないようなそんな配慮がなされてたりもするんですね。で、連邦憲法裁判所、まあ、ドイツには憲法裁判所がありますが何年か前ではあるんですがその連邦憲法裁判所の、えー、判事、まあ、これは、えー、もうしばらく前になりますけどねそこのキューリング判事という連邦憲法裁判所の判事の言葉があります。 ドイツの裁判官たちというのはどんな思いで裁判をしているのかということなんですがここんんなことが書いてあるんですね外見的に中立であったバイマール憲法時代の裁判官はその大多数が後にナチスの訃報の従順な適用者となったのです。要するに 外見的には中立に見えた裁判官たち何を考えているのかわからない外見からは中立に見えた裁判官たちが実はナチスの言うとおり従順にナチスの裁判をしちゃったというわけですねそれ以来戦後多くの人々は事故の立場を率直に表明しそれによって事故の判決に加えられる批判に自らをさらす裁判官の方が。 自己の政治的立場や世界観的立場を外部に向かって表明しない裁判官より信頼できると思っているのですということなんですよ。先ほどお話をしたようにブラックボックスな全部閉じ込めちゃって、ね、何も考えていません私たちは中立です政治的にも無償不透明ですみたいなそして、俗世間の、ね、市民社会とは関わっていませんからみたいなことの外観を保つようなそんな裁判官よりも自分はこう考えている。 こんな生活をしているまさに一市民として人間としてこういう生活をしているんだということをさらけ出す裁判官の方がその判決内容について、ね、あ,ああいう思想的な傾向がある裁判官だからこんな判決書いたんじゃないのという,ふうに批判されてしまう可能性が高くなりますよね。となればより一層内容的には中立的なそういうい判決を書かざるを得なくなりますなのでそういう批判にさらす裁判官の方がより信頼に値するんだこう考えている。 事故に加えられる批判に自らを晒す裁判官事故の立場を率直に表明してそして批判を受けるその裁判官の方がよほど信頼されるというまあそんな考えだというんですねまあ、日本はまだまだそこにたどり着くのはちょっと遠いかなとは思うのですがあそういった裁判官への信頼の本質それを をも考えさせるような事件、えーまあ、というか問題かなと思いますですがこの各地裁判官の訴追については訴追そのものも本当に大問題、まあ、その前の文、ね、言裁判自体最高裁の決定自体が表現の自由との関係も含めて本当に大問題だろうと思うんですが今回の訴追もうん本当に大きな問題だなと思います、まあ、皆さんもぜひ、ね、憲法的な観点からも含めていろいろと考えていただきたいなというふうには思っています 明日の法律家講座といえば、明日、明日なんですが、前回ちょっと紹介をしました、藤田美希弁護士の麻生があります。ので、ぜ、え、ひ、ーね、ネットでも聞けますので、えー 同時中継でね、えー、見れますので日本の総会に新風を吹かせる理性を立ち上げた理由ということでまあ国際弁護士障害弁護士としての活躍をされてましたけれども、えー、会社を立ち上げて、えー、ということでまあいろんなあ面白い話も聞かせていただけるんじゃないかなと思いますのでぜひこれも参考にしていただければなというふうに思いますさて、えー、それでは試験、えー、受験生の皆さんへ、えー、ということで試験ごとなんですが小試験 まあ小試験まで本当に予備試験、論文直前ですから頑張ってほしいということなのですが実は今日予備試験の論文の選択科目というのが来年から始まりますでその選択科目の選び方というまあ講義これを今日の20時から配信をするんですね今日というのは18日金曜日の20時から配信をします。 でその収録を実は先ほどまでやってたんですねでこの選択科目というのは8科目あります、まあ、小試験では今選択科目があるんですがそれが来年から予備試験の論文だけなんですが予備試験の論文でこの選択科目が実施されることになるんですねでその選択科目全部で8科目あるんですが伊藤塾では前にもお話をし,したように5科目これの講座を行いますで、まあ、今回は 東山法郷先生に担当していただきますそれから知的財産法これは本田先生に担当していただきますそれから国際手法これは横山先生に担当していただきますそして労働法これは遺跡先生に担当していただきますそして経済法これは山本裕貴先生に担当していただきます山本裕貴先生は関西で入門講座のライブクラスを担当しているんですね特に広報系 まあ憲法ですとか刑法ですとかも担当されていますしまた、党連でもねこれは全国レベルの党連の刑法刑事系刑科目それを担当されています。 また刑事実務に関する、えーまあ、予備試験対策の本も書かれていたりしますので広報、まあ、系、特に刑事系強いんですが、えー、経済法というのは独占禁止法、えー、中心にしたものです私的独占ですとか、ね、不公正な取引方法だとか、まあ、そんなものなんですけど、ねまあ行政法にも若干かかるところはあるんですけどどちらかといえばあ刑法の構成要件に当てはめてそして解決をしていくというちょっと近いところがあったりします。 ですから不公正の取引方法だとかさまざまなところで、まあ、許されないような行為の、まあ、類型がありますですからどういう行為をすると、うんね、行為の要件があるわけですねちょうど刑法でいう公正要件みたいなものですがその行為の要件をしっかり理解してそれに改めをしていく、まあ、そんなものが、ね、あるんですけどね。 まあその山本先生については今回はちょっと一緒に話はできなかったんですが別途、収録したものこれもありますのでこれは月曜日から収録したものが流れますのでぜひそれも合わせて見ていただいたらなと思いますで先ほどまでねその収録をしていたのでこれはぜひ皆さんに20時からのね配信を見ていただければなと思うんですが本当に話を聞いていてどの科目も聞いてみたい私自身そう思っちゃいました。 どの科目も聞いて勉強したいなと思うぐらい、えー、どれも魅力的な中身ですやはりさすが実務家の伊藤塾の講師だなまさにその実務を意識した講義そしてまた、受験のプロもう10年20年やっている受験のプロの、えー、これはまさに講義だな一般的にはね例えば労働法だとか倒産法だとかは量が多くて大変だよなんて言われるもっと効率だけ考えて、えー、本の薄いやつ選んだ方がいいんじゃないの とというよううよなことがこが言わわれたりはするわけですよですが、受験のプロの手にかかると全く違った姿になるんですね。一人で、ね、本読んで独学でコツコツ勉強しましょうって言うんだったら、まあ、これはあ薄い本能がいいかなというところは、まあ、理解はできますよしかし、まあ、伊藤塾で勉強されている方で今回、この伊藤塾の、ね、センター科目の講座を取ってみようと考えられる方にとってみればこれは本当にピシッと受験指導の観点からメリハリをつけ ぐっと絞り込んでしかも、合格した後予備試験に合格した後司法試験でこの選択科もありますさらに実務の現場に出た時をしっかり意識してまさに実務でその法律で活躍をされている先生たちの講義ですよでまた、試験でもその実務的な観点でやっぱり問われたりもするんですねですから実務家で、ね、弁護士現役の弁護士としてその法律を使って仕事をしている、うん、そういう うちのね伊藤塾の講師だからこそできるような講義しかも受験のプロだからこそできるような徹底的に効率的に無駄なくインプットとアウトプットまで指導するそんな講座を用意していますからぜひねこれは安心をしていただければなと思っていますまた、少子化対策で考えている方にもぜひ聞いていただければなというふうには思うんですね。 で今回は20時からのライブではないんですけれどもぜひ皆さんには聞いていただきたい、えー、そんなふうに強く思っています。さて、公務員試験、えー、目指される方なんですが、えーまあ、6月を迎えて今から、ね、大学の3年生の皆さんたちがちょっと今から何とか公務員試験目指したんだけどという声を聞きます。まあ、3年の秋の秋教養 区分それから4年生の春の法律区分それを目指していこうということですけれどもなんかね国家総合職間に合わないんじゃないのかなと思われる方がいらっしゃるかもしれませんけれどもでも例えば法律区分であればこれはまさに法律の試験でもありますから今からでも十分これは対応できます短期間で効率的にそこをしっかり学ぶそのための講座ありますのでまた、ゼミなどもあります。来週には確かね法律区分ゼミ 3年生を対象にした法律区分ゼミ、まあ、大学3年生3回生を対象にした法律区分ゼミというものが実施されますのでこれもホームページでぜひ確認をしていただければなというふうに思うんですね。で、えー、そこでまさに、えー、法律科目どんなふうに勉強しそして、えー、でどういうふうに今から準備をして力をつけていったらいいんだろうかということのその、えー、マゼミの。 え体験ができますのでぜひこれも活用していただければなというふうに思います司法書士試験の受験生の皆さんは、えー、まあ今年の司法書士目指されている方はちょっとね今の私のこの話なんか聞いている暇ないよということだろうなと思うんですが来年の合格 これを目指されている方もお勢いらっしゃるかなと思いますが2022年の合格目標,目標設定で講座があります基礎固めの講座なんですがこれでわかる基礎完成講座にあります、まあ、これなんて言ったりしますがこのこれでわかる基礎完成講座ですね来年2022年に向けて勉強されている方まさに苦手科目ちょっと 難しいい、ね、ないななよよくかとう科目誰もがありますよねその苦手科目を基礎からちょっとやり直したいという方あもう本当に基礎的なものをクッと絞って盤石な基礎を固めるそれをイラストを駆使したそのテキストを使いながら分かりやすくお話をしていきますからなんとか苦手科目を克服したいというそんな方にはおすすめかなと思いますそれからまた実は独学で勉強していてこの科目ちょっとやっぱりよく分からない科目なんだなんていう方にも、えー、これはおすすめかと思いますので。 これでわかる基礎完成講座ぜひこれもホームページに案内があるかなと思いますのでご覧になっていただければなというふうに思いますそれから行政書士試験を目指される方には日曜日6月20日に明日の行政書士講座もう122回になるんですね まあ小試験の方でも300回を超えてますが行政書士試験の方でも明日の行政書士講座はもう122回になりますまさに合格後考える伊藤塾ならではの講座なんですけどね6月20日日曜日14時からです YouTube ライブとあと東京校でも実際に実施しますのでチャンスがあれば参加していただければなというふうに思いますで今回は 江東塾出身で合格,を合格され、まさに現場で活躍をされています。江東塾の同窓会、コスモス会というのがありますが、そのメンバーでもいらっしゃいますが、井川水文行政書士に来ていただいて、話をしていただくことになります。な 受験勉強とそれから行政書士実務その関係性だとかまたモチベーションどんなふうに思っていったらいいのか特にこのコロナ禍の中での行政書士の仕事や役割そんなことも話していただけるかなと思いますので行政書士目指しているんだけどちょっとモチベーション維持したいんだもうちょっと高めたいんだそんな方にも最適かなと思いますぜひ日曜日6月20日14時からになりますが明日の行政書士講座聞いて。 ちょっとね、えー、エネルギー注入していただければなというふうに思いますえさて、えー、今日はここまでにしましょう本当に、ね、コロナだオリンピックだという世の中はあ随分と騒がしいですがいつものように淡々とやるべきことを一つ一つを丁寧に一歩一歩前に進んでいっていただければなというふうに思っています、えー、まあいろんなね変異株いろいろあるみたいですから感染防止それも万全を期しながら 一歩先を見据えてしっかり準備して頑張っていきましょうまたこれから一週間頑張りましょうでは今日はここまでにしますどうもありがとうございました